NKVD 長官にベリアが就任したところまで聞いたわね。ベリアが長官に就任したのは1938年で最初の仕事はエジョフの処刑。そして、NKVD 自体の粛清と大幅な人員更迭だった。過剰な粛清はソビエト経済にダメージをもたらし、指導部は不正と反省から粛清を緩和した。これでやっと深夜のドアノックに怯えなくて済むのね。緩和であり、終わりじゃないんだぜ。10万以上の人々が強制労働から解放されたりもしたが、引き続き逮捕、裁判、処刑は続いていた。そして、ソ連国外の軍事衝突も発生していたんだ。1939年の独ソの共同によるポーランド侵攻。第二次世界大戦の発端よね。ポーランドは西からドイツ、東からソ連に攻撃され降伏する。この時に降伏したポーランド兵25万人がソ連の捕虜となった。戦争も終わったし、家に帰れるのね。彼らは将校と兵士に分けられて、3つの捕虜収容所に送られたが、消息をつかめたのは3万人ほどで22万人の捕虜は行方不明となった。彼らは一体どうなってしまったの？ポーランド人捕虜が列車で運ばれ、銃殺されたという噂が出回った。この調査を開始したのは独ソ戦勃発後にポーランドを占領していたドイツ軍だ。約3万人のポーランド捕虜の遺体が河川近くの森で発見された。殺害された捕虜は将校や警官、聖職者といったソ連にふさわしくない人物たちだった。射殺を提案したのが NKVD 長官ラレンチー。ベリアで承認したのがスターリンだ。無抵抗の捕虜を殺害するなんて、彼らは降伏後、殺害対象と強制労働に分けて収容されていた。帰国するために西へ列車で向かう。こう告げられて河川近くの森で後ろ手に縛られ一人一人射殺された。残りの行方不明者は強制収容所で過酷な労働を強いられることとなる。大粛清による人命軽視型国民に牙を剥いた事件だ。簡単に邪魔なら殺してしまえという判断ができるようになってしまったのね。大粛清の影響はソ連軍自体にも牙を剥いている。ポーランド戦から3ヶ月後ソ連は戦争を開始する。それはフィンランド侵攻、冬戦争である。フィンランドは帝政ロシアから独立した北欧の小国で、巨大なソビエトとは勝負にならないと思われた。これだけの国力の差なら蹂躙されちゃうわよね。有名な通り、フィンランドの主力を尽くした前線で、過酷な和平交渉となったが、ソ連軍に膨大な損害を与え、独立を維持することができた。なんで小国フィンランドがソ連の侵略を退けられたの？フィンランド軍の優れた戦闘力やマンネルヘイム元帥の統率ももちろんあるが、それと同じくらい大事なことがソ連軍の弱体化だ。ソ連軍は弱かったってこと？ソ連部隊一つ一つを見れば盛況に抵抗したが、連携をまともに取れない質の悪い指揮官が大多数を占めていた。大粛清の影響で基礎知識しかなく、忠誠心だけで生き残った指揮官ばかりだった。彼らは連携を取れずにバラバラに攻撃し、混乱し、フィンランドの地を大騒ぎした。その代償は徴兵された兵士の血で償わされることとなる。こんな結果になったらスターリン大激怒じゃない？国際社会でソ連の弱さを露呈することとなり、スターリンはブチ切れた。フィンランド侵攻の最高司令官であるクリメント、オロシーロフは、晩餐会でスターリン直々に、なんたる失態だ。貴様の能力不足でソ連軍は笑い者だ。と公衆の面前で罵倒された。当時の体制下でスターリンに罵倒されて言い返せる者はいない。しかしオロシーロフは、あなたの粛清だ。多数の優秀な将校がいなくなったからだ。とみんなの前で切れた。この場にいたら心臓が吹き飛びそうな状況ね。でも、オロシーロフさんもこんなことを言ったら、ところがオロシーロフは司令官を更迭されただけで済んだ。それに戦後もソ連邦英雄として88歳で病死している。なんで、オロシーロフとスターリンは古くからの付き合いで、ロシア内戦では共に苦労をし、常にスターリンを支持してきた。エジョフ体制下ではスターリンから求められれば同僚を告発した。この人物はまた別で紹介したい興味深い人物なんだ。鋼鉄の男にも親友がいたのね。火剣の森虐殺、冬戦争で露呈したソ連軍の弱体化は、大粛清の影響が色濃く現れた出来事だ。1941年、ドイツによるソ連侵攻作戦が開始する。
弱体化したソ連軍はスターリンによる死守命令もあり、何十万もの捕虜を出すこととなる。この時捕虜となった人たちって、前に動画で紹介した人々だな。ベリアと NKVD は脱走兵、スパイ摘発に全力を注いだ。ソ連兵士が殲滅されるまで戦うことが多かったのは、ベリアの恐怖政治によるものだ。ソ連兵は徴兵された一般市民が多かったが、彼らが包囲され、降伏勧告を受け降伏したことが発覚すれば、15の家族は捕虜の家族として逮捕され、強制収容所送りとなる。逮捕されなかった場合でもギリギリの配給を減らされるんだ。逆に戦死すれば配給増加と英雄の家族として暮らしを保障される。家族を思う父や息子は死ぬしか道はなかったんだ。自国民の家族を人質に取るなんて、他にもドイツのソ連捕虜収容所をわざと爆撃し、ビラを撒いた。ソ連兵士に捕虜はいない。いるのは裏切り者だけだ。捕虜となり、命からがら脱走し、戦線復帰しても、ドイツのスパイとして戻ってきた。どんな情報をドイツに売った？拷問され、自白を取られ、裁判にかけられて懲罰代替か強制労働所送りだ。死んで英雄となるしか道はなかったのね。15の生産活動にもスターリンの恐怖とベリアの力は遺憾なく発揮された。当時、シュトルモイクという対地攻撃機の需要が高かったが生産が上がらなかった。このことをベリアがスターリンに報告し、電報を送るように依頼した。シュトルモイク生産責任者は届いた電報を見て震え上がった。赤軍は艦や空機のようにシュトルモイクを必要としている、スターリン。こんな電報届いたら必死になって生産するわね。この電報を食堂に掲げ、労働者に掲示して、責任者は必死になって、に交代労働、生産設備、工程改善を行い、生産数が 20% アップしたそうだ。ベリアは恐怖で人を最大限働かせる能力に非常に長けていたのね。他にも反乱やドイツへ協力する可能性のある少数民族の強制移住も、足手まといになる住民を容赦なく殺害し、スターリンからの期限を厳守し完了させた。これらの民族強制移住政策はチェチェン内戦など今でもロシアに影響を及ぼしている。戦後の日本人、ドイツ人などの外国捕虜の抑留政策である、シベリア抑留における強制労働の最高責任者もベリアだ。彼らを最大限に活用し、荒廃したソビエト領土の復興を行った。また、戦犯裁判や西ドイツや日本を相手に捕虜を人質とした外交政策も行っている。降伏したソ連兵への処罰、裁判、処刑や強制労働もスターリンの期待通りに行い、西側へ降伏したウラソフ将軍やロシア系ドイツ兵、コサックも回収、処理している。独ソ戦は連合軍の勝利に終わり、東ヨーロッパをはじめとする世界の半分を勢力下に置いたスターリン。共産圏では絶大な人気を誇り、神のごとく崇められた。共産主義の国家で神って皮肉ね。しかし、1953年に脳卒中により74歳で死去する。スターリンがいなくなったらソビエトはどうなってしまうの？突然のスターリンの死去にソビエト首脳部は右往左往した。スターリンの死が発表されると絶望し自殺者が発生。スターリンの葬儀に参列しようとソビエト各地から市民がモスクワに押し寄せ、死者まで出るほどの大混乱。世界各国から様々な要人が葬儀に参列し、モスクワのホテルは全て満室となり、一般市民は追い出されるほどだった。そして、スターリン暴落という株価暴落まで発生した。株価まで動かすなんてとてつもない影響を持っていたのね。その後の指導部はどうなったの？実は1952年にスターリンは書記長を辞任していた。辞任していたの？どうして？健康上の理由で公務に耐えきれなくなっていたんだ。辞任後も強い影響力を持っていたが、ついに脳卒中で死去したということだ。書記長の代理としてマレンコフが公務を行っていた。スターリンの死後はマレンコフがソ連最高指導者として権力を掌握した。だが、それはスターリンのような個人独裁ではなく、トロイカ体制と呼ばれる複数の共同指導者により組織を運営する体制だった。ここら辺から複雑でいろんな人が登場して解説が難しくなるので、背景の解説を参考にしてほしい。いろんな人が出てきては敵対したり協力したりわかりにくいわね。私の実力不足で申し訳ないんだぜ。
ここで覚えておいてほしいのは、スターリンほどの強力なカリスマ性を持った指導者の不在、そして NKVD を掌握するベリア派と政治委員から叩き上げのフルシチョフ派、この二つの派閥が水面下で各要人からの支持の奪い合いを繰り広げることとなる。ここでも対立し戦うのね。なんだか権力を握る前のスターリンみたいね。まずはベリアの動きから見ていこう。ベリアはスターリンの死後、マレンコフ支持を表明した。まあ、書記長代理を行っていたのはマレンコフなんだから妥当よね。そして、政治犯の解放、様々な事件の再調査、実行中の粛清、逮捕の凍結、尋問中の拷問の禁止などの政策を実行した。そんな政策を行う人だと思わなかったからすごく意外。ベリアの粛清はスターリンという神がいたからこそ肯定されていたんだ。その神が不在となれば、同じことを続けることは不可能なんだぜ。そしてソビエトを吹き荒れた大粛清の現在の実行者はベリアだ。NKVD を握っているとはいえ、恐ろしく危険な状況なんだ。これらの提案は受け入れられ、100万を超える政治犯は強制収容所や労働キャンプから解放された。これで一般人目線から見れば大粛清も終わったんだぜ。対立しているフルシチョフ派やベリアの動きも気になるわね。当時のソビエト要人の警護兵は誰の命令で動いていると思う。それは当然警護している要人じゃないの。NKVD の司令官であるベリアの命令で動いているんだ。だからベリアは誰でも逮捕できるんだ。ならフルシチョフも表立って批判や攻撃はできないわね。まずフルシチョフはベリアに恨みを持つ人々と食事をしたり、散歩に誘ったりして本心を引き出して支持を集めたんだ。みんな大粛清で妻や子が逮捕、処刑されているので、フルシチョフを支持したいが、ベリアが恐ろしくてなかなか本心を出さなかった。そこでフルシチョフはある人物に接近する。ジューコフ元帥だ。この人は霊夢でも知ってるくらい有名よね。ジューコフは大粛清体制下で本人も一度粛清リストに載ったが、上司がかばってくれてリストから削除された。しかし、そのかばった上官は粛清された。独ソ戦ではその手腕を振るいドイツ軍を倒した盾役者として国内外から人気があった。その人気を恐れたスターリンにより左遷された。さすがのスターリンもジューコフまでは粛清できなかったが、ベリアにより親しい友人や独ソ戦で生死を共にした部下が犠牲となった。ジューコフはフルシチョフの支持を集めるために軍用機まで動員して、ソビエト各地の要人に接触した。偉大な英雄であるジューコフの支持と彼の軍事力を得たフルシチョフは行動を起こす。ついに、フルシチョフは政治局会を招集し、会議を始めた。議題は、ベリアは英国諜報機関スパイである、ということだ。フルシチョフは激しくベリアを非難し、他の政治局員もそれに同意した。部屋の外で待機していたジューコフをはじめとする軍人が流れ込んできて、ベリアは逮捕された。同時にベリアの部下も軍人により逮捕された。ベリアは特別法廷で、英国の諜報機関と結託し、秘密警察を党と国家の上に置いて、ソビエトの権力を掌握しようとしたスパイである。として銃殺刑を言い渡された。彼は泣き崩れ、必死に命乞いしたが1953年に銃殺される。まるで前任者と同じね。こうしてスターリンによる大粛清はベリアの処刑で幕を閉じた。やっと大粛清が終わったのね。長くて恐ろしい話だったわ。この幕引きによりソビエトは随分と自由になった。だが、この自由というのは私たちのイメージする自由とは異なる。この後もスパイ摘発や盗聴、監禁は続くがスターリン時代に比べれば非常に少なくなった。今回は視聴ありがとうございました。ここからは投稿者の雑談です。投稿が非常に遅れてすいませんでした。仕事の変化やパソコンの買い替えなど色々な要因があるんですが、一番大きいのはゆっくり収益化剥奪です。それで泣いてしまい収益化が復活しても放置していました。チャンネル登録者が1万人に近づいているので、そろそろ大粛清編を完結しようと思い制作しました。トロイカ体制を含む部分は難しくて皆様に伝えられたか心配です。わかりにくかったり、誤りがあれば大変申し訳なく思います。今後もこんなスローペースですが、制作を続けようと思います。次回は、捕虜となったソビエト将兵の扱い、のリメイク化、ドイツ軍捕虜の扱い、にしようかなと思っています。また、
時間がかかると思いますが、よければ見てください。ご視聴ありがとうございました。